では本日は、10月29日北海道十勝、四つ葉アリーナ十勝で行われますアジアタッグ選手権試合の記者会見を行わせていただきます。ではまずは挑戦者チーム入場お願いします。続きまして、チャンピオンチームですが、本日は欠席となります。では、挑戦者チーム意気込みの方をお伺いしたいと思います。では、宮原健人選手からよろしくお願いします。はい、10月29日北海道四つ葉アリーナ十勝でアジアタッグが開催されます。北海道でそして十勝でアジアタックが開催されるのを嬉しく思っています。宮原健人と井上亮のこの29日に向けたタック名はバリバリ最高伝説。そのバリバリ最高伝説の伝説を10月29日北海道十勝の地で作りたいと思います。はい、では、続きまして井上亮選手意気込みをお願いいたします。はい、まあケントのタックで今回アジアタック自分自身3度目のアジアタックに挑もうと思ってるよ。まあ3度目の正直という言葉があるように、この3度目で必ずアジアタックを奪ってやる。そして安西優馬、あいつの存在を潰してやる。ありがとうございます。では、質疑応答に移らさせていただきたいと思います。ではご質問がある、記者の方、質問をお願いいたします。じゃあまずはあちらの方からお願いします。はい、まず宮原選手にお伺いしたいんですけども、はい、まあ、このアジアタック今回挑戦するにあたって、はい、思い出みたいなのをお伺いしたいんですけども、はい、アジアタック、初めて巻いたのが2014年、プロレスラーとして、初めて、チャンピオンベルトを獲得したのがこのアジアタックベルトです。約10年ぶり、このアジアタックベルトに触れることになるんですけれども、まあ、ベルトもあの当時ではなく、あの当時にはとはリニューアルされて新しくなってますから、はい、今のアジアタックベルトをというものを巻きたいですし、何よりやはり北海道十勝という地でね、あのアジアタックが開催されるというのは非常に嬉しく思っています。アジアタック絶対取ります。じゃあ続いてご質問のある方お願いいたします。ではあちらの方、はい、お願いします。すいません、続いてあの井上選手にちょっとお伺いしたいんですけども、まあ、今回対戦相手29日戦うこととなる、あの安西選手に関してちょっとお伺いしたいなと思うんですけども、実際あの安西選手の印象というのはいかがでしょうか。まあなんだろうな、まず第一印象は顔がいいってだけでしょ。うん、顔がいい、まあ身長もある、まあそれだけで、まあ会社にまあすごい優遇されてんだなっていうのはすごいもう分かってるな。うん、俺のその第一印象はそんな感じかな。だから俺気に食わないんだよね。ありがとうございます。うん、では続きましてご質問がある方、あ、お願いいたします。すいません、またちょっと宮原選手にお伺いしたいんですけども、はい、まあ、今回、10月29日、はい、試合が行われる、うん、まあ、北海道のこの四つ葉アリーナ、はい、十勝なんですけども、うん、まあ、その十勝という場所に関しまして、はい、なんかどういったこう思いがありますかね。はい、あ、もうこの十勝という地、そして北海道という地はですね、いわゆるこのプロレスの熱い地と僕は思ってますので、この北海道、しかも今回この十勝四つ葉アリーナ、非常に大きい会場です。そんな中でやはりたくさんの方々にですね、あのプロレスファンの方に会場に四つ葉アリーナ、しかもメインアリーナですからに来ていただきたいと思ってますし、そんな十勝でアジアタックを負ければ最高の気分になると思いますので、この10月29日っていうのがなんか僕の中でまた新たな
記念日になりそうだなっていうのを感じています。はい、それぐらいやはり僕は北海道十勝という地でアジアタックベルトを巻くことをとてもワクワクしています。ありがとうございます。はい、すみません、あの続いて井上選手にまたちょっとお伺いしたいんですけども、はい、まあ、前回あの田村壇選手ともこうアジアタックあの挑戦されたこともあると思いますが、まあ、今回再び挑戦するってところで、まあ、そのあたりいかがでしょうか、今のお気持ちは。まあ俺自身な、田村とのタックはすごいあのいい感じにいってたと思うんだけど、やっぱりどうかな、やっぱり俺の力がまだ足りなかったっていうか、やっぱりタックとのその相性ももしかしたらっていう感じだったから、だからやっぱり俺はまだ本体という括りになってるわけであって、やっぱり組める相手もいろいろいるわけじゃないか。だから俺はもう今年一応タイトルを取るっていう目標を立ててあって、もう今年も3ヶ月も切ってるわけだから、だからやっぱり強力な相手と組みたかった。だからやっぱりいろいろ探した結果、ケンが目の前にいたんだよ。だから俺はケンと共に絶対にアジアタック巻いてやるっていう、そういう思いができたんだよ、あの沼津な、うん、だから俺はないつも以上、いや今まで以上に燃えてるよ。以上だ、うん、ありがとうございます。どうぞ。あのちょっとご質問がありまして、うん、井上選手から見た、うん、あの剣のいいところってどこなんですか。まあやっぱりな、俺がやっぱりな、あの福岡出身っていうのもあって、すっげえやっぱ気にかけてくれたんだよね、デビュー当時から。え、福岡と？あ、福岡前。え、どこと出身？あ、久留米っちゃけど。久留米と？俺福岡芝居。ケンパ。俺福岡芝居。あ、じゃあめちゃくちゃ都会っちゃね。あ、まあまあまあ、天神とかよく行きよったばい。久留米もでも都会ばい。JR でパーって西鉄電車乗って。あー、そっか。俺はちょっとあの天神はちょっと遠かったかな。あ、そう。まあでもね、そんなこんなで福岡タッグですから。よかばい、バリバリ最高電車作るばい。絶対作るっちゃう。あ、質問大丈夫ですか。あ、最後でいいですか。ちょっと、はい、あの一番聞きたかったことなんですけど、はい、井上選手、あの今回やっぱ対戦する安西優真選手がですね、やっぱイケメンで非常に女性人気とかも高いと思うんですよね。いや、おい、で、なんかそういう、どこがイケメンかなっていう。おい、お前さ、さっきから安西のことばっかり聞いてるけどさ、お前安西ファンかな。俺ちょっとさ、まあ、さっきから聞いてるちょっと腹立ってんだな。安西のこと聞くな。なあ。何怒ってんの？俺はもう非常に腹立ってんだよ、お前、俺は。え？ああ？大丈夫か？ふざけんな、お前、この野郎、お前。あら、あら、おい、綺麗な、お前。え？安西の顔面映ってるぞ。俺はな、なあ、トカシでな、こいつの顔面をな、普通にやってるんだよ、俺は。おい！なあ！え？あら、あら、いなくなった。あ、いなくなった。いや、とにかく10月29日北海道十勝で井上亮と宮原健とバリバリ最高伝説が必ずアジアタッグを北海道十勝の地で巻いてやる。宮原健との YouTube チャンネル登録、高評価、たくさんのコメントよろしくお願いします。宮原健人の YouTube 最高。